試しを終了する。機動車よ、心せよ。これなるは大いなる力のかけら。世界を飲み込む炎にして兄となり。しっかりしなさい。大丈夫？ここは元の場所？夢でも見ていたか。はあ、大丈夫みたいだな。びっくりしたよ、いきなり倒れてるんだもん。みんなも委員長、さっきの出来事は？おそらくは何かの幻視、現実ではなかったんでしょう。ですが皆さんが試練に打ち勝ったのは確かみたいです。教官たちがこの場所にいるのが何よりの証拠でしょう。教官と先輩方がここにいるということは、もしかして異変が収まった？鐘の音も完全に止まったし、あの障壁もなくなったよ。ちゃんと調べてみないとわからないけど、急行車内部も今まで通りに戻ったみたいだね。そうですか、よかった。これで明日の学院祭を中止にしなくて済みますね。それは無理ね。そんな異変が収まったのに？おいおい、サラ、そいつはあんまりだろう。確かに再び異常事態が発生しないとも限りませんが。もうサラ教官、意地悪言ったらダメですよ。明日の学院祭は無理でも、今日の学院祭なら開かれる。つまりそういうことさ。ああ、そうか、もう日が変わっていたのか。ああ、びっくりした。サラ、紛らわしすぎ。現在の時刻は0時20分ね。学院長の言いつけもあるし、今夜はとっとと帰って寝なさい。本番はあくまで今日の午後、ステージでの出し物でしょ。はい。それじゃあシャワーでも浴びて早めに。え？扉？そういえばあの赤い宝玉は？わかりません。いつの間にか消えていたみたいで。開くぞ。これは。Thank you.
うん、私も嬉しいわ。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。パーフェクト！よく頑張ったじゃない。